どうも、サモリです。おしゃれ家電を買いました。これとこれ、このスペースに置こうと思うんですよ。果たしてこの場所に合うのか。はい、くるりんと、サボりギャラリー準備中。毎日刻々と変わってんですけど、まずね、おしゃれ家電紹介する前にここら辺ざっと紹介してから。ここの棚はゴミ置き場、発泡スチロールに段ボール、そしてこれ類。ここは現在ゴミステーションとなってます。上の段、仮に水槽を置いて、ここら辺テープ、カッター2種、色違い、首くくるやつ、これゴミ。上の段はオブジェ、そして水飲み場。ちょっとうるさいんだよね。そしてこっち、お魚たち元気に泳いでます。あー元気だな。少し暗い方がいいんで。こっちは商談エリア。もちろんね、ここでコーヒーとか、あるいは冷たいもの必要になってきます。ということで、おしゃれ冷蔵庫買ってみました。開封します。どうも、サオリです。これ後で開封します。どら、もうちょっとこれ一人じゃ無理じゃないの、これ。はい、ちょっと一旦全部開いてから、よし、わかる？広いところで。これ高級家具、木目調、ダークブラウン、ウォールナット、天板は電子レンジ対応。ちょっと開けていい？はい、至って普通です。小さい冷蔵庫なんでね。とりあえず書店の位置に、このね、台車システム非常に便利。なぜ回る？ここに、もう男の人ならね、多分持てると思います。はっ、大丈夫。まだね、ギミックありますよ。先にコンセント類取り出して、冷蔵庫決まりがあってね、なんか隙間がね、あっ、微調整します。あ、はい、ぐらつきません。で、この冷蔵庫のあれ、扉もね、ちょっとね、動線が、安心してください。この扉
扉は左右開き対応なんですけど、ちょっと説明しよう。お前動作確認、お、見た？後で。ちょっとスクレーパー、ね、これね、自分でやんなきゃいけないやつだこれ。これはね、勘違いしてました。自分でやんなきゃいけないやつだ。カバー、こうか。あっ、ネジ。ドライバー？うん？六角？スパナ？スパナ。これしかない。工具これしかない。これで。これか。ちょっと待って。金具受け、これか。これで、これ、あっ。見た。ここのぼっち。カッターで細いやつの方が対応できると思う。よし、見えた。取り外さなきゃいけないみたい。これか。ここで作業します。これを外す。そしてこっちに向きは？あれ？いいのこれ？あ？ん？あ？ちょ、見える？穴開いてないんだけど、これ大丈夫？これしかよしと。難易度低いんですけど、やっぱ心配なんですよ。ちょっとね、怖いですよね。こっちも外す。よし、ここもだな。分かってきたぞ。あ、ちょっ、あ、で、逆だ。分かりづらい。寝かせる。失礼しました。取ってからね。よし。
ちょっと外してなかった。見える？よし、これで。お、よし、大丈夫かな。大丈夫っぽい。これで導線が良くなった。うん、普通だな。至って普通だ。この手の小型のやつね、扉にないの多いんですけど、これはある。少し便利かもしれない。シール、冷蔵庫の上に乗っける電子レンジ、これもデザインと色こだわってます。電子レンジ、あ、わかる？お皿が入ってました。よし、これは書店の位置に置いてから。おしゃれ家電たち、回転式のやつ、もうピッカピカですよこれ。まあね、今日はねレビューはしません。デザイン性だけです。色とデザインにこだわった冷蔵庫と電子レンジ、いい空間になりました。以上、可愛らしいおしゃれ家電でした。ありがとうございました。